はい、どうも、女性保管計画です。今日もね、ちょっとまたロックの名盤というか、まあ、自分がね、お気に入りの、自分がむっちゃお気に入りのアルバムを紹介しようと思います。はい、今日はね、これです。じゃん。映画、インガ・ルンフ。My life is a plea。インガ・ルンフはね、ドイツの、女性、シンガーソングライターというか、まあ、女性ボーカリストですね。ボーカリストなんですけど、この人はね、ドイツの、まあ、ドイツってなんかね、クラウトロックだとか、まあ、ジャーマンプログレとか、まあ、そこら辺、あとテクノとかね、そこら辺がなんかすごい、ドイツの音楽っていうと有名なのかもしれないですけど、まあ、彼女はね、ドイツのブルース、ソウル、で、ちょっとややジャズの、領域において、もうかなりね、トップシンガーというか、トップボーカリストで、もうすごい、もう60年代のね、末から、活躍している、女性ボーカリストですと。でね、まあ、有名なところでは、彼女の商業的なね、ところで有名なところでは、ティナ・ターナーに2曲ね、曲をね、新定してるんですね。作曲、ソングライターとしてティナ・ターナーにね、と共演しているというね、仕事をしているという、まあ、そういったのところがね、一つ彼女のハイライトで、あと有名なところとしては、1970年代に、その、ジャーマンプログレッバンドの、アトランティスで、How the Gypsy Was Born というね、曲をね、ちょっとまあ、マイナーヒット曲を書いています。時代をね、反映させる、ちょっと、エマーソン・レイク、パーマーっぽいね、ハモンドオルガンがキンキンとね、鳴り響くね。結構そのね、そのアドリブみたいなもね、オルガンのアドリブとかも長いので、まあちょっとね、プログレッシブロックのオルガン系がね、好きな方とかは、そのアトランティスとかもね、ぜひ一回聴いてみてほしいんですけど、あとその前には、まあ彼女はハンブルク、ドイツの西とのね、西のハンブルク、ビートルズが昔演奏してた、ハンブルクの出身で、そこで60年代の末にね、まずフォークバンドのシティプリーチャーズっていうね、バンドで、デビューします。そこにはね、ヘンリー・カウとかに行ったね、ダグマー・クラウゼとか、もう一緒にね、歌ってるんですよ。で、結構ね、普通のね、ボブ・ディラン風と言ったらあれですけども、ジョン・バイズとかボブ・ディラン風の、まあ、ちょっとプロテスト色の強いフォークバンドで、まあね、まあ、アルバムとかもね、結構プレミアついてるんですけどね、手には入ります。自分も売ってたんですけどね、すいません、売っちゃいました。で、ちょっとフォークなんですよね。かなりフォークです。で、その後、アトランティスに行って、プログレッシブロックに行ってから、その後はね、フランピーというね、またちょっとプログレッシブ系なんですけどね、のバンドに参加して、そこからソロ活動に入っていくんですけど、まあ、それでソロ活動でね、出したのがこれですね。My life is a boogie。ね、もうすごい、なんか開き直ってるようなね、私の人生はブギだ、みたいなね、ブルースだ、みたいなね、感じで、音楽的にもね、結構その、まあ、ブルース、ソウル、ファンクっていう感じなんですけど、ここでね、注目したいのがこのバックメンバーなんですよ。ですけど、じゃじゃん。この5人がね、このレコードの、中核のメンバーになるんですけども、まあ、ギターニール・ハバード。で、ギターに、ロバート・アーワイ。ベース、キーボードにポール・キャラック。で、ベースにアラン・スペナー。で、ジェリー・コンウェイがドラムスというね、この5人がね、中核メンバーで。これはもうメンバーのね、この名前見ただけで、もう分かる人は分かるっていうような感じの、もう歴戦の勇士、まあ歴戦の勇士というかね、素晴らしいミュージシャンばかりなんですけれども、まずここで注目すべきは、まずはニールとアランですよね。この二人っていうのは元、グリースバンドだよね。まあ、イギリスのザ・バンドと呼ばれている、まあ、なんていうのかな。まあ、ザ・バンドにむちゃくちゃ近い感じなんですよね。ザ・バンドっていうので、結構ほら、ミュージックマガジンとかで、指摘されてることなんですけど、また、アメリカの評論家とかもね、結構、指摘してることなんですけど、フォークロックと言いながら、意外とリズムとか、ノリが、グルーブはファンクから結構、借りているものが多いみたいな。リック・ダンコとレボン・ヘルムのリズムセクションっていうのは、まあそういう特徴があるっていうね、
よく指摘されることがあるんですけれども、私はもうそれすごい正しい指摘だなと思っていて、ザ・バンドっていうのは結構ね、フォーク、ボブ・ディランのバックをやっていたから、フォークの流れの人たちかと言われるけども、結構黒いんですよね。リズムとか、あとタイミングとか、レボン・ヘルムのなんか、プレイとか聞いてても、ものすごいなんかブラックなフィーリングっていうのに満ちてて、実際、彼らもね、一番初め、最も影響を受けた音楽はそこら辺だって、モータウンだとか、スタックスターとかのソウルにね、影響を受けてるっていうことを話してて、確かに、ああ、そうだなっていうね。それがね、音楽のね、成り立ちの面白いところなんですけども、もうグリースバンドとかもそうで、グリースバンドっていうのはもう割となんかね、アイリッシュ。もともとそのギタリスト、メンバーはニールとアランの他に、ヘンリー・マカロックっていうね、後々、ポール・マッカータニーのウィングスに参加して有名になるね、素晴らしいギタリスト。お亡くなりになってね、ちょっとご冥福をお祈りしますけれども、ヘンリー・マッカローとかがね、アイルランド出身でスウィーニーズ・マンとか、そっちから来たんで、割とフォークからケルトの音楽の人かな、みたいな。確かにね、その要素も持ってるんですけれども、彼もね、割とね、ブルースとかの影響がものすごい強い人ですよね。で、あと残りは、ブルース・ローランドっていうね、ドラムの。で、あと、セッション、たまに関わるので、キーボードでミック・ウィーバーって言って、もともとワインダー系フロックと名乗っていたね、キーボードプレイヤー、オルガンをメインにね、プレイする、キーボードプレイヤー、この5人がグリースバンドっていうのを収穫なんですけれども、グリースバンドで、もともとはジョー・コッカーとかのバックしてたんですね。ジョー・コッカーなんで、ジョー・コッカーといえばね、もう、ブルーアイド・ソウルの第一人者じゃないですか。リズム&ブルース。それから、ファンクっぽいことはあんまりやってないけれども、もうそっちのね、イギリス人でも黒い音が出せるぞみたいなところの中核ミュージシャンであって、グリースバンドとして、アラン・スペナーとかはね、そのバックで、ずっと演奏してきていると。ここに、あと、キーボード奏者としてね、明確にはグリースバンドのメンバーとも言えるし、言えな、とも言えない、言えるとも言えないとも、なんか、ちょっと中途半端なんですけど、クリス・テイトンっていうね、有名なピアノ、とキーボードの奏者。後々ね、エリック・クラプトンの、バンドの中核メンバーになって結構長い間ね、クラプトン先生と、演奏してた人ですけれども、クリス・テイトンとかもね、グリースメンバーのメンツで、ここのね、ミュージシャンっていうのは本当才能が、音楽に、をね、っていうかね、ここら辺もパブロックから出てきてる人たちなんですけど、毎晩のようにパブとかでね、演奏していたっていうようなね、若い頃はね、そういった話をよく聞きますけども、それによるものなのか、ものすごいタイミングにしろ、グルーブにしろ、ノリにせよ、そんなになんかこう、かなんていうのかな、ガーって肩肘張って、一生懸命やってこの音を出してるって感じじゃないんだけれども、もう抜群のセンスっていうかね、もうセッション慣れをしている、グルービー、なんていうのかな、なんか練習、個人練習とか、音楽理論が先に立ってるんじゃなくて、もうとにかく演奏してきたこと、ジャムセッションっていうか、実際人前でパブとかでずっと演奏してきたのに、裏打ちされてるような、なんていうのかな、なんていうのかな、だから長、まあよく言われることが、長年のワインみたいなね、ザ・バンドもそうだし、グルースワイン、グルースバンドとかもそうなんだけども、なかなかすぐに出る味じゃないものを、もう毎日毎日毎日、そういう安いパブとかの安いギャラとかで、こう毎日演奏してきたからゆえに出る、なんかこう、その中でね、熟成された、グルーブのみたいなものがあるわけですよね。もう本当、なんか言い方がもう、言葉、なんか表現の仕方がすごく難しくて、申し訳ないんですけれども。そういったね、もう、伝統のあるクリースバンドのミュージシャンが、2人いるっていうね。で、この2人っていうのはね、その後、
まあ、実際にはね、上国歌のバックをやってたのはアランで、ニールはやってないんですよね。ニールはその前、ジューシールーシーとか、まあ、これもまたね、かっこいいバンドなんですけど、まあ、喋ってたらキリがないので、ジューシールーシーとかでね、結構スライドギターのソロとかね、弾いてたりするんですけれども、そこでやってて、グリースバンドが、上国からクビになった後に、クビになったとか、ちょっと、まあ、離れた後に、グリースバンドが、ヘンリーとアランとブルース・ローランドが、グリースバンド、上国からのバックをちょっとやめた後に、アンドリュー・ロイド・ウェーバーの、ジーザス・クライスト・スーパースターの初めての、上演っていうのが、まあ、ロンドンであって、その時のバックを一緒にやってるんですよね。一緒にやることによって4人で、ニール・ハバードも加わったと。ニール・ハバードと加わって、ヘンリー・マカラック、アラン・スペナー、ニール・ハバード、ブルース・ローランドっていう、まあ、グリースバンドの、で、アルバムを録音するときの4人のメンバーが結集して、そこから、まあ、グリースバンドっていうのがね、名盤を残すんですよ。すごいいいバンドなんですよね。ハーベストから出ているね。まあ、ぜひ、ね、チェックしてほしいんですけれども、なんかこのグリースバンドのメンバーっていうのは結構ね、いろんなバンドがね、人がいなくなったらね、ちょこちょこね、非常に演奏が上手い人で、定評がある人たちだったんで、まあ、ちょっと誘われたらどこでも入るみたいなね、スプーキートゥースとかにも入ってるしね、まあ、レオン・ラッセルのあれとかにも、まあ、レコーディングにも入ってるし、まあ、いろんなミュージシャンのね、バックにあれっていうところにね、入ってるんですよ、なんか。あれびっくりしますけどね、これがね。で、ニールとアランは、1972年ぐらいには、クリス・テイトン、さっきあの、ジョージ、あの、クリス・テ、ジョー・コッカーは、クリス・テイトンとはずっと一緒にやってたんで、まあ、これクリス・テイトンが、ジョー・コッカーがアメリカで、ツアーを、マッド・ドックス・アンド・イングリッシュマンって、なんかディラニー&ボニーとか、そこら辺のスワンプのね、アメリカの南部のミュージシャンとツアーをやった時に、まあ、アメリカに行かなきゃいけないので、それでまあ、イギリス、まあ、アメリカにはさすがに渡れないわっていうので、まあ、グリースバンドっていうのがね、まあ、上国歌抜きで、まあ、演奏をするっていうような流れになったんですけれども、1970年ね。上国歌はまあ、アメリカから戻ってきて、クリス・テイトンはアメリカにもついていったんで、で、クリス・テイトンの名義で、まあ、上国歌のバンドっていうのをまた再結成しようっていう時に、また、まあ、アラン・スフェナーと、ニール・ハバードはね、バンドに参加するんですよ。クリス・テイトン・バンドっていう感じでね、名前で。まあ、1972年のシングルとかを買うとね、上国歌の。まあ、実際、上国歌クリス・テイトン・バンドっていう名前でね、名義で、活動してたんですよね。で、そこにニール・ハバードとアラン・スペナーはいたと。で、ニール・ハバードとアラン・スペナーっていうのは、むっちゃなんかマブダチのように仲がいいミュージシャンで、で、その後もね、いろんなセッションもやってたんだけれども、まあ、そろそろなんか一人立ちするかって、まあ、一人立ちっていうか自分たちのリーダーバンド作るかっていう感じで、トニー・オマリーっていう人とね、あと、メル・コリンズっていう、あそこら辺のミュージシャン集めて、ココモっていうファンクバンドをね、まあ、73年ぐらいからギグは始めてて、アルバムを出すのは1975年からなんですけれども、このココモっていうのもね、もう UK ファンクの草分け的なね、バンドとして、まあ、他にアベレージホワイトバンドだとか、ハミングバードだとか、あと、ゴンザレスとかね、まあ、そういったバンドがあるんですけど、まあ、このバンドはね、まあ、ここに、他にも関係してくるんですよ。このゴンザレス、ロバートはアーワイはね、もともとゴンザレスのね、ギタリストですし、あとハミングバードにもね、ロバート・アーワイはハミングバードっていうのは第2期ジェフ・ベックグループの時のね、第2期ジェフ・ベックグループっていうのは、まあ、ロッド・シュワートとロンドがいなくなって、ジェフ・ベックが、まあ、ちょっとファンク寄りのね、スティービー・ワンダーとかのセッションとかで、多分影響を受けたんでしょうけれども、ボブ・テンチ、クライブ・シャーマン、マックス・ミドルトンっていうね、まあ、この3人のね、ちょっと黒人のね、ミュージシャンが入ってくるんですけれども、その、まあ、3人が全員ね、ジェフ・ベックグループを脱退した後に作ってるのがもうハミングバードっていう、完全にファンク寄りのね、まあ、ジェフ・ベックのね、第2期ジェフ・ベックグループ自体もね、結構ファンクなね、ファンキーなサウンドなんですけどね、まあ、それをね、そこにも参加してた、ロバート・アーワイはね。だからもうなんか、ここら、ブリティッシュのね、結構ね、ファンクなね、ミュージシャンがね、この3人ね、参加してるっていうね、これがすごいんですよね。
で、そこに、もう一つの流れですよね。パブロックっていうね、ポール・キャラックっていうミュージシャンもね、まあその後ソロでもう完全に大成功でね、もうポール・キャラ、まあイギリスのポール・キャラックといえばもう彼の名前だけでね、ビッグネームなんですけども、まあそこに入る前はね、彼もハウ・ロングっていうね、ロッド・シュワートがね、カバーして、有名になった、エイスっていうバンドでね、彼は演奏していて、エースってバンドも、まあ、ブリティッシュのパブロックの中の、まあ、ちょっとファンキーなね、ソウル系の音楽っていうのをメインにして売ってたバンドで、だからもう完全にね、ここの4人、この上の4人っていうのは、だから、UK のね、ソウル系から、ソウルファンク系から出てきたミュージシャンなんですよね。で、このソウルファンク系とか言って、だからね、まあ、ソウル系とか、っていうと、なんかもうそういう、なんていうのかな。アメリカの音楽とかだともうモータウンだとか、なんか、ね、スタックスターとか、まあそういったなんか、もう完全に縦割りで仕切られて他のジャンルではあんまり演奏しない人たちみたいなね、感じを受けるんだけれども、イギリスってもう全然違っていて、ここら辺の人たちが、まあそのまま別にソウルをやってるからって、そこのソウルの音楽しかやらないところでしか演奏してるわけじゃなくて、別に普通にパブ、酒場でね、普通に演奏している中の要素で受けるからソウルをやっていたみたいな。ただ、まあ踊れるからファンキーなことをやっていたみたいな、感じが強いんですよね。だから彼らって、だから、なんかのインタビュー、ニール・ハバードの何かのインタビューで読んだことがあるんですけど、まあ、お客さん、まあ、毎日のようにね、その酒場とかで普通に演奏しているんで、まあ、受けるんだったら何でもやるみたいな、スティービー・ワンダーの曲から何でもカバーしてやっちゃうみたいな、いうようなね、なんか軽いノリから作られて、なんかその音楽をね、このジャンルじゃなきゃダメだっていうんじゃなくて、なんかそれをね、楽しんでる演奏してるみたいなね、ニュアンスがものすごい強いんじゃないかと思うんですよね、だから、パブロックっていうのがね、イギリスのロックシーンでは、まあ、絶対にね、抜きでは語れないというかね、ロキシーミュージックもそうなんですよね、ロキシーミュージックって一体どっから来たんだろうとかね、例えばもしファミリーツリーとか書くとしたらね、結構パブロックバンドからのね、流入ってすごいんですよね。例えばここら辺がね、多分ものすごいキング・クリムゾンとかとピンク・フロイドとかとの大きな違いになると思うんですけど、ロキシーミュージックっていうのは、例えばセカンドアルバムの For Your Pleasure のあたりとかっていうのは、まあベーシストにね、ジョン・ポーターって人が来ましたよね。で、ジョン・ポーターっていうのはその後なんかスミスのね、プロデューサーになったり、ゴーゴーズのね、プロデューサーとかもしてるんですけれども、それ以前っていうのは、まあ完全パブロックですよね。パブロックの、アンクルドッグっていうところにいたんですよね。キャロル・グライムスも演奏してた。もともとまあプログレ、ジャズロックと言われるデリバリーっていうバンドでね、デビューして、まあ、それ以前バビロンっていうなんかデュオでも、で、まあ、レコードレビューはしてたんですけども、その後ね、まあ、全然、もうパブロック、パブ、まあ、スワンプなね、泥臭いロックバンドをやってるんですけど、その時にね、そのジョン・ポーターとかもね、ギターを弾いてたりしてね、パブロックで有名になる、デイブ・スキナーという人もいるんですけれども、デイブ・スキナーも、まあ、アンクルドッグにはいたんですよね。で、まあ、そのジョン・ポーターもそうだし、その後、まあ、だからこのココモとかね、ブライアン・フェリーバンドにも加入してるんで、そのまま、ニール・ハバードとか、アラン・スペナーとかね。だから結構ね、あとまあ、このパブ系からの流れっていうのが、パブロック系のミュージシャンが、ロキシーミュージックに、まあ、サポートメンバーとしてだ、入ってくるっていうのはね、結構多いことなんですよね。で、ちょっとまあ、全然話してなかったのが、ジェリー・コンウェイなんですけどね。ジェリー・コンウェイはまあ、またね、これもあれですけど、まあ、パブロックと UK のソウル、ファンクだけじゃなくてね、まあ、UK のトラッドっていうところからもね、来る人、の人材ですよね。まあ、よく言われるのが。まあ、フォザリンゲーとか、あと、フェアポートコンベンションのね、人脈とも、彼は仕事をしてるので。でも彼もね、だからといって、トラッドしかやらない人、かと思ってると全然そうじゃなくて、
クリス・ファーローとかとのね、バンドネームの結構ファンキーなね、リズムを叩いてたりとか、このインガルンフのね、バンドとかももうまさしくにそうなんですけど、まあちょっとね、ファンク、完全にファンクのメンバーとして参加しているみたいなね、感じ。だからもうほんとね、パブロック、UK っていうのはなんかね、音楽をジャンルでね、ブリティッシュのロックっていうのは音楽のジャンルをこう縦割りで、UK ソウルだからとか、UK のパブロックだからとか、UK のトラッドだからとかっていうようなね、こう縦割りでミュージシャンっていうのをね、分類できなくてね、全員がこう、ユーティリティプレイヤーというかね、マルチにね、いろんなことをやってるみたいなね、特に有能なセッションミュージシャンっていうのはね、こういう感じにあるっていうのがね、すごいわかるんですよね。で、このアルバムっていうのはこの5人のメンバーだったんですけど、やっぱもうこれ1977年なんで、まあいわば、この後ね、79年に、ブライアン・フェリーがロキシーミュージックを再結成するんですけどね、まずマニフェストっていうアルバムを出すんですけど、そこで、アランとね、ポール・キャロックがそのまま一緒に演奏してるんですよ。サポートメンバーとして。まあ基本的にドラマーのね、ポール・トンプソンがいなくなってから、ロキシーミュージックっていうのは、まあ自分たちでリズムセクションとか持たないで、基本的にはブライアン・フェリーとアンディ・マッケーとサックスと、あと、フィル・マンザネラ。この3人の、まあ、もう完全上物。バンドの中では上物だけの3人で、リズムセクションとかそこら辺はもう全部借り物、サポートミュージシャンとして、ロキシミュージックのメンバーではないメンバーをサポートミュージシャンとして起用して音楽を作るみたいなね、方向にまあ転換するんですけど、1979年からね、80、まあその後も結構ずっとそういう感じなんですけれども、その中にね、この3人がね、3人も選ばれてるっていうね。だからもうはっきり言ってこのアルバムって、ロキシーミュージックの音とあんまり変わんないんですよね。3人もね、そこら辺、重要なところを同じミュージシャンが抑えてて、はっきり言って違いって言うと、ロバート・アーワイがいないことと、ここがフィル・マンザネラになってることと、ジェリー・コメじゃなくてアンディ・ニューマークとかね、そこら辺のまあ有能なドラマーが、サポートメンバーとしてロキシーミュージックのアルバムを作ったっていうところをね、除いてはね、もう3人被ってるんですよ。だからもうこれ本当ね、ロキシーミュージックファンにはぜひね、このアルバムは、まあ、なぜ、第2期ロキシーミュージック、1979年から82年のロキシーミュージックの音がどうやって作られたかっていうのを考えるので、まあ、絶対に欠かせないアルバムなんですよね。だからぜひ聴いてほしい。だからその後、まあだから、フレッシュ&ブラッドこの3人入ってますし、ニール・アラン、ポール・キャラック。で、アバロンもね、3人入ってますからね。ものすごいね、ロキシーミュージックファンだったら絶対に聴かなきゃいけないアルバムだと思います。はい。ですんでね、ぜひ、ぜひね、で、インガルンフはですね、インガルンフさんはね、今もね、健在で、たまにドイツでね、ハンブルクとか、たまにベルリンにも来ますけどね、演奏活動は続けてますんでね、もうかなりのね、お年を召してるんですけど、ものすごいね、まあちょっとジャズっぽい編成とか、あとまあね、ロックっぽい編成でもね、活動されてるんでね。もしね、ドイツ旅行の際とかはね、ぜひ、インガルンフさんのね、ライブにもね、行ってほしいなと思っています。はい。素晴らしいアルバムなので、ぜひ聴いてください。